で一番ね、はい、奇跡の農業革命読まれて、はい、こうびっくりしたことってどんなことを思い出されますか？そうですね、台風が来てなんか3日間台風、うん、ものすごい台風がこう来たんだけど、稲は倒れなかった、うん、で最初に出てきますよね、あれね、出てきましたね、あれ写真もあってね、そうですね、あれどう思いました？あれ見て、いや、ありえないです、ありえないですよね、ありえないか、不思議でしょうがないですよね。自分もお米作ってるんで、台風が来ると要はもう舞いちゃうんですよね。一方から風が吹いて倒れるんだったら稲を刈ることはできるんですよ、なんとか、うん、でも台風ってのはもう渦巻きでこう舞いちゃうから刈れない、もう手刈りになっちゃったりとか、うん、大変なんですよ、収穫作業が、うん、で確かに周りの人はそうなってる、うん、まあ普通普通です。その浅野さんだったですかね、うん、浅野さんの見るとまっすぐ立ってるんですよね、うんうん、うわえっていうのがちょっと何が起こってるんだこれみたいな、うん、そこの区画だけなんともないっていうのはありえないですね、うん、僕からすると、はい、まあ普通の人から見てもありえないですからね。でも農業やって米作ってる方からしたら余計ありえないですよね。ありえないですね。普通だったらもう、はあ、どうしよう大変だな、でも頭抱えちゃってしょうがないかって言っても一生懸命手で買ったりとかそうするのもなんともないわけですから。なるほどね。なるほど。それでまあね、はい、まあ半信半疑というかね、はい、怪しいと思いながらも、はい、高橋先生のところにね、はい、まああのね、高橋先生と鈴木先生は非常に親しいですから、はい、紹介されて行ったわけですよね、はい、どうでした？行った感覚というか感想というかね、あの、はい、奥さんも一緒に行ったのかな？そうです。ああ初めて、はい、2人で、はい、ああ、はい、あのね、場所はあんま言うとあの殺到しちゃうから一応伏せとくとして ね、はい、まあとある地方都市の行って、はい、でどんな印象でした、うん、印象ですか。印象は不思議なところだなっていう、うん、おどんなところが、音楽がなんかこうなんつうの、うん、なんかちょっとヒーリングミュージックみたいな、ヒーリングミュージックでこう鐘のような音が鳴っていて、うん、なんかいやなんかちょっとまあ落ち着くのは落ち着くんですけど、うん、そういう雰囲気、なんか不思議な感覚だなっていう、うん、はい、で治療も受けられたんですか？受けました。お、はい、どうでした？治療はそうですね、僕はまあ、気持ちよかったなとかいう感じで、そんなあまり痛くなかったんですけど、まあそうなんですか、その奥さんはものすごく痛くて、あ、うん、うなってましたね。ああそうだったんですか？はい、強烈に痛かった、あんなに痛い思いしたのは初めてです、ね、はい、我慢強いのに、家に帰ったらあのなんかあざみたいにこう押されたところ、どっか悪いとこあったんですか？あったんです。どこ？ちょうどその行くちょっと前に畑の中で突然歩けなくなったんです。腰痛がずっと続いていて、うん、で突然あのまともに歩けなくなっちゃって、四つん這い出ないと立てなくなっておかしくなっちゃった、あのぎっくり腰ではないんですか？ぎっくり腰じゃないんですよ、うん、それは大変じゃないですか。だって何もできないじゃないですか。家事も。びっくり。はいはい、で、それいつ、その何日前行く？いや、もう1ヶ月ぐらい前の話ですかね。そんなもんじゃないですか。で、その後にあのすぐ近所の整骨院へ行って、はいはいはい、あの歩けるようにはなったんですけど、あのどんなに治療行っても違和感が取れないです。腰のところにずっと。なるほど。で、それがずっとあって。どうしてもなんかこうしっくりいかない。でやっぱり仕事で使いすぎちゃうと、うん、また痛みが出てきたりっていうのがあって、でそんな時にちょうどその高橋先生のところへ行くっていう話、私は全然あのアート展のこととか全く全然わからなくて、主人がずっとその話を聞いて必死になって調べて、阿保社長のことから高橋先生のことまで必死になって、うん、はい、ああインターネットとかでね、あそうですね、必死になって調べて、でも私はもう子供小さいですから、うん、育児とあと一応まあ同居しているので家事が多い、うん、もう農家はみんなあの、ね、大人は全員1日3食家で食べますから家事がとにかく多いですよね、うん、なので、でその他にも農業もやらなくちゃいけないということで、うん、ですからもう仕事のことは全部主人に任せてたんで、私は何にも知らない状態で、うんうん、行ったんです。なるほど。で行ったらその痛い思いをして、はい、その後
どうでした腰の方は。帰りにですね、まず、とにかく押されたことが痛かったんですけど、でも、その違和感はなぜか取れてたんですよ。で、面白いことに、日にちが経つにつれてどんどん調子が良くなってくる、体が。で1ヶ月後ぐらい、一応、11月に2回行ったんですね。2週間後にまたもう1回行って、2回受けたんですけど、それから、2ヶ月3ヶ月間なんともなかったですね。元気に働けちゃって。よかった。はい、本当によかったですね。はい、そうですか、なるほどね。それで、まあ、旦那さんね、戻りますけども、はい、で、まあ、農業をね、はい、まあ高橋先生とお会いして、はい、その後の農法のこともいろいろ伺ったんですか。はい、そうですね、その時はたまたますぐ近くにその、何日か後にこの講演会、アート展のそういう講演会があるということでいろんな人が集まってて、でそれでもう打ち合わせだなんだって感じであったので、喋る機会はあんまなかったんです。なるほど、はい、一応紹介だけ井上さんが、はいはい、紹介していただいて名刺交換をしましたけど、ほとんど喋ることがなくてって感じで、はい、で、その後アート展の方をじゃあやってみようって気になったのはなんでですか。はいはい、そうですね、そのやっぱりいろいろ調べるじゃないですか。調べてみれば見るほど魅力的だったんですね。だから自分がやりたいなとかこうしてみたいなってやっぱり仕事をしてると目標というか夢ってあるじゃないですか。対してすごくドンピシャでハマってる。どんな夢があったんですか、やっぱ目標っていうか。作るからにはすごくいいものを作りたいな、人に喜んでほしいなっていうのがあって、要は仕事には誇りと自信もしたいなっていうのは思ってるんですよ。要は自分の仕事はもう正しいんだ、正しいっていうかもう自信持ってやる、要するに食べて美味しくて、はい、体にいいものをやっぱり作って、ね、みんなに提供していきたいっていう思いはもともと終わりになられた。そうですね、もともとあったのはそこまでの思いではなかったんですけど、要は本当にいいものを誰に言ってもどうだ俺の野菜はっていうのをちょっと言ってみたいっていう思いもあったんですね。ただそのアートでも知ってからそういう人のためにとかっていうのがなんかわかんないですけど子供に食べてほしいなっていうのが出てきて、今までもう家族が幸せであればっていうちっちゃい世界だったのが社会貢献したいなって思って出てきて、なんでかわかんないんですけ ど、 なるほど。で知れば知るほど素晴らしい、やってみたいっていうのがどんどん募っていって。実際にね、はい、野菜を頼んでみたんですか。はい、頼んでみました。すぐに割と。そうですね、割とすぐ11月ぐらいにはあれで大和肥料の晴れ晴れっていう直売所の方に載ってたんで、ネットで注文をして食べてみたんですね。どうでした。全然違いますね。たまたま自分が作ってる野菜も里芋とかあったんですよ。すぐ生で食べるとアートタイムで 甘くて美味しいよと、生で食べれるからって聞いてたんで、里芋が、里芋も食ってみたんですよ。ものすごく甘いってわけでもないんですけど、要は食べれる、アートタイムの野菜は、じゃあ自分とこの野菜はって言ったら苦くて食えないっていう、非常にまずくてショック受けちゃいます。頑張って作った野菜なのにまずいみたいな、何だったんだリマっての自分のやってきたものみたいな。逆にもうあまりにも違いすぎて、いや本当すごいなこの野菜はっていうのを、はい、実感します。それは強烈ですよ ね、 自分で作ってるんですもん ね。 そうですね。奥さんもね主婦として野菜をね、はい、作って、はい、作った野菜で旦那がね、はい、料理して食べてるわけですよね。はい、でアート展の来て、食べてみてどうでした。私がびっくりしたのは、まあ、今の、まあ、里芋もそうですけど、まあ、まず里芋は普通生で食べようなんて思わないですね。で初めてですよ ね、 だからそのアート展野菜取り捨てたことによって里芋も初めて生で、ね、食べるってことがあって、私はもう口に入れてただ全部吹き出しましたね、自分うちの自分のやつはね、飲み込めなかった飲み込めなかった。あ、であと家の野菜アート展のは食べられた、はい、食べられましたよ、もう飲み込みましたよ。で先にアート店食べたんですね、アート店の里芋先に食べたんですね。食べれる
あ、美味しいって思った。生でも、里芋って生でも食べれるんだと思って、そういうつもりで自分ちょっと食べたら起きなし食べられなかった食べられないんだやっぱりうん、そうだったね。普通食べない。僕も食べたことないですね。里芋生で、ね。なるほどね。他にもいろんな野菜を食べてみたんですか。はい、食べましたね。じゃがいもがすごくもう、ホクホクっていうかもちもちなんですよね。で、火の通りがすごい早くて、もう調味料使うのはもったいない。そのままの味を食べるのがもうこれは一番だっていう。後でね、お料理が楽しくなるんですね。あ、そうですか。楽しみになる、素晴らしい。いや、そう、お腹が空かなかったですね。ほう、エネルギー量が高いから満腹感が得られて、お腹が空かないんですよ。野菜だけ食べてるのに、肉や魚食べないで、野菜だけなのにお腹が空かなかった。へー、あ、すごいなって思います、ね、ダイエットにいいですね。あ、そうですねねえ、そうですよ。そう、なのじゃあもうね、こんないい野菜食べられたらね、いいですもんね、はい、自分で作ってね、はいはい、じゃあもうぜひ旦那さんもっていう、やってほしいなと思われたんですよね、多分。そうですね、あの私は、翔平先生から最初聞いた時に、翔平先生が、農業やってるの大自然の方ってあるからいいじゃない、そのままあなたたちが作った野菜を理事長の子たちが食べたらもっといいじゃないとかって最初聞いて、えって思ってびっくりして、で私はずっと何ともないところから農家に嫁に来て、何の知識もないところで始めて、でずっと育児してたんで仕事はほとんどしなかった。で本当に最近ここ数年の話で、なのでそういう農業の専門知識は全然ないんですね。だから逆にすんなり入ってきたですよね、常識がね、農業の常識がないからね、逆にね。そうですね、だからすぐすんなり入って、何もなんかこう、疑問に思わなかった。なるほど、なるほど、こんないいのがあるんだったら、いいじゃん、これやろうよ。そうですね、やりたい、やりたいっていうふうに、すごい思いますね。なるほどね、で、実際に、申請書っていうのをね、書かないと、で、それがまた、その合格しないと、そうですね、やらせないと、いうことがね、本に書いてありましたけど、書いてありました、そんなことをさせる農法って、多分この辺にないと思うんですけどね、聞いたことないですよね。それをやっぱりじゃあ書こうって思ったわけですよね、面倒くさくなかったですか。いや、僕そういうのは苦手なタイプで。苦手なタイプなんですか。文章を書くのすごく時間がかかるんですよね。あ、そうなんですか。はい、たまたま農業やってる時に、農業の新規就農の人のセミナーとかを3年ぐらい受けてたんで、それでいろんな提出書類とか課題とか出てたんでやってたんでちょっと慣れましたけど、基本的にはそういうのは苦手なんですけど、でもそれを通らないとできないんで、必死になって仕事終わって夜中にこうコツ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 こう文章を考えて、こうあ、ダメだこれとかって言ってこうパソコンで打っては消して打っては消して、なんて書けばいい、どうすればいいんだろうか、どうすれば合格もらえるんだろうかって考えてない頭を治療しようって。何時ぐらいかかりました。いやでも1日は終わんなくて、やっぱ2日3日かかって、もうなんとかんだやっぱり2時3時とかくらいまではやってましたね。だから3時間4時間ぐらい1日やって、それを2日かけて、なるほどね、でも合格してよかったですね。そうですね、ね、これで押さえたら悲しいですよね。悲しいですね。せっかく一生懸命書いてあるね。悲しいですね。っていうか参考例をのが載ってまして、あまりにも強烈に当たったんで、ここまで書かないとダメなのかと思って、相当プレッシャー。そうですね。必死になってこう。なるほど、なるほど。はい。